あ、お疲れ様です。先週4点ぐらい入ったんですか。まあ、みんなでね、勝ち点差、ね、取るためにちょっとみんなでね、アジスタ乗り込んだわけなんだけど、まあ、勝ち点1、まあ、でも、まあ、あのね、とにかく、まあ、次につながったかなとは思います。次、まあ、ホームなんで、まあ、ちょっとね、俺らはやっぱ反省かなって思います。まあ、前半ね、すごい声出たんだけど、ちょっとね、後半、まあ、天候もあると思うんだけど、ちょっとね、声落ちてた、やっぱ聞いててね。だそういったところ、本当にね、いつも言ってるように、みんな一人一人でね、チーム盛り上げていくんだっていうようなところで、またみんなでね、意識して、ちょっとまた次のホーム、頑張っていきましょう。とにかく俺らがね、選手が一歩でも、ね、走れるように、前に出るように、俺ら選手の足となって、手となってね、その俺らが、声と手拍子で伝えていかないといけないと思うんで、次のホーム、しっかりまた勝ち点差取れるようにね、それに向けて、選手、下がってくるから、まあ、それに向けてね、次に向けてゴール、ちょっとしっかりやっていきましょう。よろしくお願いします。
まあ、結果は結果なんだけどね、まあ、だからあのベリディの3人来ると思うんで、ちょっと迎えていきましょう。Thank you.